お、APEX 今回のアップデート情報出てんじゃん。ちょ、見てみるか。はいはいはい、キャラのバランス調整。え、キャラ？なんかバランス調整来たん？お？ホライゾンのバランス調整来てる。なんだこれ。グラビティリフトで上昇してるときに射撃のブレが大きくなる。え、ホライゾン弱体化？シャーシャラーおい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 おーおいおーおい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 いや、ホライゾン弱体化なんつうー最高だろ、マジで。神ゲーだ。エーペックス神ゲー。ホライゾン戦以外のすべてのエーペックスユーザーに、歓喜の日が訪れました。2023年1月11日、ホライゾン弱体化、よいしょ！いや、もう嬉しすぎてやばいね。久しぶりにエーペックスの運営にありがとうっていう気持ちが湧いた。もうこれぞまさにシャープエーペックスレジェンズ最高の瞬間ってやつでしょ。まあ、今回ね、どういう弱体化が来たかわかんないよって人もいるかもしれないから、まあ、一応説明しておくと、ホライゾンって今までリフトで上昇するときに、普通にこの地上で弾を撃つときと全く同じリコイルで弾を撃ってたんだよね。まあ、厳密にはそのホライゾンリフトの縦のこの上昇の移動もあるから、まあ、その体感的にはね、リコイルちょっと縦のリコイルが増えたように感じてはいたんだけど、まあ、それにしてもマジで誤差。まあ、誤差というか、その武器自体のリコイルは変わってないっていう。まあ、つまり、レレレで横の移動もできながら、縦の移動もして、しかもなおかつ変わらないリコイルで弾を撃てるっていう最強キャラだったわけよ。もうマジで APEX の開発者の息子が鼻ほじりながら、パパこのゲームで最強から救いたいみたいな感じで本当考えたみたいな頭の悪いぶっ壊れキャラだったわけ。まあ、でもそれがシーズン7に、まあ、ホライゾンっていうキャラが出てから、もう2年半ぐらいの時を経て、ようやく弱体化が来たんだよね。まあ、ホライゾンが出たのが2020年の、まあ、10月、11月ぐらいだったかな、確か。で、まあ、もう今は2023年1月よ。もう2年と3ヶ月ぐらい経って、ようやく弱体化がされた。で、まあ、そのホライゾンがね、弱体化されたわけなんだけど、まあ、ホライゾンってもう誰が見てもわかるぶっ壊れキャラだったの。だからもちろん使ってるユーザーもめちゃめちゃ多かったし、まあ、ホライゾンがね、弱体化されて、今日ツイッターではもうホライゾン弱体化がトレンドになるぐらい、もうめちゃめちゃ批判されてんのね、この弱体化が。いや、でもね、俺は言いたい。甘えるなと。ねえ、じゃあ今回の弱体化で、ホライゾンが、その、まあ、リフトで上昇しながらね、敵をワンマガするっていうのは、まあ、一人じゃ不可能になったかもしれない。でもじゃあ、それなしにしても、現状ホライゾンに何ができるのっていうのを、まあ、しっかりとね、こう、言語化したときに、まず着地硬直なし。はい、強すぎですと。で、あとは異常なまでのストレイフ性能。もうマジでパッドでも、だいたい90度ぐらい直角に曲がれるぐらいのストレイフ性能はあると。で、まあ、あとね、ウルトが最強格。もう攻めのウルトだったら、もう本当にマジで最強格なんじゃないかなと思いますね。で、あとは足音がエーペックスのゲーム史上最小。まあ大体足音はレースの2分の1って言われてるね。っていうのも、そのホライゾンって歩幅がめっちゃこの大きいから、もうタッタッタッタみたいな感じでほとんど足音聞こえないんだよね。で、あとグラビティリフトの応用性。まあこれは具体的に言うと、バンガロールだったりジブラルタルの空爆をもう避けて無効化できたりとか、まあ、あとは擬似的にドアロックして敵入れなくするとか、ダウンした味方が運んだりするとか、いろいろあるんだけど。で、まあ、あとは今回の弱体化で、リフトで上昇しながらの精度が落ちたとはいえ、現状としてこの APEX っていうゲームで、空中に浮きながら味方3人で同時にフォーカスをできる唯一のキャラっていうね。もう優遇されすぎだろ、マジで。こんな優遇されてて文句言ってんじゃねえよ。恥ずかしくねえのか、マジで。まあ一応ね、俺も APEX の動画投稿者だから、まあその活動者としてね、周りから支持されたいなら、今回のホライゾンは弱体化されすぎみたいな感じのことも言えるよ。でも悪いけど、今回は活動者として、ホライゾン戦の支持を集めに行くんじゃなくて、一 APEX ユーザーとして意見言わせてくれ。ホライゾン弱体化、最高！もう俺はね、これまで配信でずっと言ってきた。もう絶対ホライゾンは弱体化されるから、俺は絶対に使わないよって。何回も生放送で言ってきた。もうその結果はこれよ。もうちょっと弱体化されたぐらいでツイッターで、はホライゾン弱すぎ使うものなんねえよみたいな感じで言ってさ、いや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 、それホライゾンが弱体化されたから勝てなくなったんじゃなくて、今までホライゾンっていうキャラパワー最強のキャラに君がキャリーされてただけであって、それ君が強いんじゃなくてホライゾンが強かっただけだから、申し訳ないけど。だって空中に浮きながら地上にいる時と変わんないリコイルで撃てるキャラなんて他にいないからね。まあ空中に浮けるっていうだけのキャラだったら何人かいるよ。オクタンとか、まあパスワインダーとかバルキリーとか。でもこの辺のキャラってリコイルやっぱ悪くなるもん。
だし、まあ、パスワインダーとバルキリーに関しては空中に浮きながら弾撃てないからね、そもそも。だからもうこれは今までが異常だったとしか言えないよね。空中に浮きながらさ、3人同時にしかも上がれんのにさ、リコイル変わんねえんだぞ。バグだろ。なんか今回のね、このなんか空中に浮きながら弾がばらけちゃうのは運営のバグだわとか言ってるやついるけど、あの違うのよ。今までがバグ。で、しかも新鮮7からもうずっとね、ろくな弱体化も入らず、もうエーペックスリリースから約半分の期間ずーっと優遇されてきたんだぞ。もう今のランクマッチなんて一言で言ったら、全員でリフトで上昇してフォーカスしてワンピック取り合うゲーミングだから。ランクマッチじゃない。ホライゾンリフトフォーカスゲーミングね、これ。まあ、だから、ツイッターで、は、ホライゾン弱体化、強品だみたいな感じで言うのはいいけど、まあ、ツイッターはね、その発言とか自由にできる場だからね。まあ、でもそれはもう自分が今までホライゾンに僕はキャリーされてきましたって言ってるような、なんかもう自分の弱さを露呈してるようなもんなのよ。だからもう見てるこっちが体痒くなってくるもん、マジで。お前散々ホライゾンにキャリーされてもらって何言ってんのってなっちゃう。もうそういうツイート見るともう体が、うわぁ、痒い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 ってもう痒くなってきちゃうもん。まあ別にホライゾンを使ってきた人が悪いっていうつもりはないけどね。まあ普通になんかソロランクとかやってる時に、まあ今ってもうソロもフルパもごっちゃでマッチするから、なんかフルパの敵に、ホライゾンリフトで上昇して一方的にボコられると、いやもうお前らそれしかできねえくせに生きがってくんなよってなってたけど、まあでも別にホライゾン使うのは自由だったからね。ムカついてはいたけど、まあ別にそこの使ってたこと自体は否定しない。けど今回の弱体化について文句言ってるやつは甘えすぎだぞっていうのを言いたい。別に今まではいいよ。だって運営がそういうね、方針を取ってたわけだから。ホライゾン優遇するっていうね。だそこについてはもう一切文句ない。強いキャラ使って何が悪いのって話だから。まあ、ただホライゾンを使わないユーザーからしたらもうバカイライラしたし、まあ、お前らちょろっと弱体化されたぐらいで何ピキってんのっていうのが、まあ、ホライゾン戦以外の、まあ、俺みたいなね、ユーザーの意見っていうのも分かってほしい。そう、今まで俺ら黙ってたわけだから。君たちが知らないとこで俺らは我慢してたんだから、今日ぐらい言わせてくれよ。これはフェアでしょ。まあ、あと一番問題だったのは、やっぱホライゾンがね、もう強すぎて、もうランクマッチのキャラピックの幅が狭くなってたってとこだよね。だってもうホライゾン強いからさ、ホライゾン使わざるを得ないもん。まあ、俺は使ってなかったけど。もうホライゾンに対抗できるキャラがホライゾンしかいないからね。もう空爆も効かない、高所取ってても意味ない、建物こもってもブラックホールで破壊される。どうすりゃいいのって話だから。まあ、だからそこはね、この弱体化によって、今後ね、もうちょっとそのキャラピックに多様性とかが出てくることを、ま、期待したいよね。まあ、怖いのが、この弱体化が来たところで、まあ、全然現役なんだよね、まだホライゾン。なんかツイッターでホライゾン戦が大げさに騒いでるから、なんかすんげえ弱体化来たように感じるけど、まあ、結論から言うとまだバリバリ現役で使えるキャラだからね。だってホライゾン以外のキャラは別に空中に浮きながらワンバガなんてできるキャラいないからね。そう考えたら、ようやくこいつは他のキャラと同じステージに立っただけだから、まあそこ以外のね、着地硬直ないとか、ウルトがまだ最強とか、アビリティも全然最強だし、パッシブウルトアビリティがまだ最強な以上は、全然使われる可能性あると思うし、まあ一時的に減ったとしてもすぐまた環境増えてくると思うから、まあ個人的にはね、もう一個ぐらい弱体化入れてもいいんじゃないのかなっていうのが、まあ正直本音としてはあるけど、まあそんなことしたらね、ホライゾン戦が全員エーペックスやめて、よりエーペックス加速化が進んじゃうから、まあそこはね、もうこんだけホライゾン優遇してきて、ホライゾン使う人が増えた以上、まあ少しずつ弱体化入れて、まあうまく折り合いつけてやっていくしかないんじゃないかなと思うね。そうじゃないと本当いよいよエーペックスオワコンになっちゃうから。もう今の日本みたいなもんよ。少子高齢化でジジババが大量に増えたからね、おじいちゃんおばあちゃんに、まあ優遇できる政策を取ってたけど、急にじゃあもう年金排除しますなんて言ったらさ、政党倒れちゃうじゃん、日本の。もうおじいちゃんおばあちゃんがさ、支持してくんなくなったらね。だからもう運営がホライゾンを優遇するっていう政策を取った以上、まあそこの締め方もうまくやんないと、まあちょっとエーペックス危ないんじゃねっていうのがあるから、まあそこはね、ちょっと今後うまくやってってほしいなと思います。はい、ということでね、まあ今日はホライゾン弱体化最高ということでやってきました。まあなんか動画だから大げさに言ってるとかじゃなくて、普通にあの一ユーザーとしてはめちゃめちゃ嬉しいです。はい。はい、ということでね、まあ今日はアップデも入ったということで、緊急でね、こういう動画撮っていきました。これからもっとね、フラットなキャラ環境になることを願ってます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。